ガストン・エゼキエル・ラミレス・ペレーラは、ウルグアイ・リオネグロ県出身のサッカー選手。UC サンプドリア所属。ウルグアイ代表。ポジションはミッドフィールダー。CA ペニャロールの下部組織で育ち、2009年3月21日のデフェンソール・スポルティング戦でトップチームでのデビューを果たした。2年目の2009から10シーズンは20試合に出場して6ゴールを決め、 リーグ優勝に貢献。翌2010年8月25日、イタリアのボローニャ FC に移籍。同年9月26日のカターニア戦で、セリエ A 初出場。すぐにその才能を発揮し、2012年1月には FIFA フフにより、2012年に注目すべき選手に選ばれた。2012年8月31日、サウサンプトン FC に移籍した。 2014年9月、ハルシティ AFC に、レンタル移籍。2016年1月26日、ミドルズブラ FC に、レンタル移籍した。2017年8月4日、UC サンプドリアに移籍した。U-20 ウルグアイ代表として 2009FIFAU-20 ワールドカップに出場。2010年10月18日のインドネシア代表戦で、 A 代表デビューを果たした。2012年夏には、ウルグアイ代表の一員として、ロンドンオリンピックに参加し、3試合出場で1ゴールの成績を残した。ありがとうございます。